You gotta get into the groove. バタフライをレクチャーしていきたいと思います。はい、ということで、今日はですねバタフライ講座をステップ1から3に分けて説明していきたいと思います。ステップ1、バタフライの動きを覚えようです。はい、ということでまずはバタフライの動きを体になじませる練習をしていきましょう。こんな感じで最初シャキーンという感じのポーズを取ります。この時右足重心になっています。そのまま下方向に半円を描くようにこういう動きをします。でそのまま左足に体重を乗せ替えます。なんかこのゴリラみたいな感じですね。それと同時にこういう感じで横回転の動き、これとさっきの動きを組み合わせて、やります。はい、それでですね、左足に体重が乗って、体がちょうど270度回転したところで、ジャンプをします。はい、ここですね。ここで右足を振り上げて、右足を振ったら次に左足を振り上げます。こんな感じです。これをですねしっかりとこの動きを体になじませるぐらい練習してください。はい、最初はゆっくりで大丈夫です。これだけできたらもう十分ですね。もう一回やってみましょう。体を振ってジャンプ。はい、こんな感じです。この時ね、しっかりと体が270度回ったところで飛ぶことを意識して最初はやりましょう。はい。はい、続いては足を振る練習をしていきましょう。足を振る練習はですね、バタフライに高さを出すための練習です。最初はこんな感じでですね、壁でも何でもいいので手持てるところ掴んでもらって、右足を振る練習をします。はい、ここでねしっかりと高さを出せるように右足思い切り振って左足でジャンプする練習。はい、こんな感じです。なるべく自分の頭よりも足が上に上がるぐらい、足の付け根からしっかりする練習をしてください。でそれができたらですね、今度は、足を振った時に左足も振ります。この次ですね。はい、こんな感じです。右足を振って左足も振る。はい、この練習をしっかりすることでバタフライに高さが出てくると思います。しっかり練習してみてください。はい、ということでステップ3、その場で回る練習をしようです。はい、これはねダメな、よくあるダメなバタフライの例です。何がダメかと言いますと、ジャンプするタイミングが早いですね。そして、上半身が前方向に突っ込みながら飛んでます。そうすることによって距離が出てしまって綺麗に回れないんですね。こんな感じで着地も汚くなってしまいます。そしてめっちゃ僕笑ってますね。はい、次はですね綺麗な例です。上半身がしっかりと270度回ってから右足を振ってます。そして目線は自分の斜め後ろを見ながら飛んでます。そうすることによってその場で回れて、無駄な力なく綺麗に回ることができます。よくあるジャンプするタイミングの間違いなので詳しく説明していきますね。はい、こんな感じで練習していくと、最初はやりやすいと思います。ジャンプはせずに右足を振ります。右足を振るタイミングは、体がお、はい、体が270度来てから右足を振っていますね。そうすると、綺麗に回ることができるようになりますので、頑張ってこの練習をしてみてください。はい、こんな感じです。はい、縦から見ます。縦から見ると分かりやすいですね。こんな感じでもう斜め後ろ向いちゃってもいいです。はい、潜り込んで、体を反らせて足を振って、自分の斜め後ろを見てから、ジャンプします。
ということで本日の動画いかがだったでしょうか。ですね、バタフライに大事なことはですね、まずは横回転の勢いと振る方の足ですね。僕だったら右足の振り上げ、あと左足のジャンプですね。あとはなるべく前に流れないということ、その場で回るということと、あと目線をしっかりと、後ろを向いてから、斜め後ろを向いてから飛ぶということですね。これらを、意識して、しっかりと練習して、はい。またですね、この動画と一緒に多分速中の動画、シートエアリアルの動画も上げますので、バタフライができた方はそちらもチェックしてみてください。はい、それではまた次回の動画で会いましょう。